キュアンフェリックスさん、レンタル元のサポは折り散らかす。フェリックスがアトレティコサポの目の前で、このゴールパフォーマンス。レンタル元のサポに対して、このパフォーマンスはキレられるぞ、爆笑。シメオネももういらんってなってそう、爆笑。絶対レンタルってこと忘れとるやろわら。畜生にも程があるだろ。ど畜生で好き。クソ野郎で草。もし、パリメッシが、こんなことしてたら多分泣いちゃう。これはフェリックス畜生だわわら。頭はいてて大好きやで。これ第三者から見ると、バルサが買い取らず、アトレティコに戻ってどうなるのかみたい。これでバルサが買い取らなかったら、マジでおもろい。